とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきましょう。いつものごとく、15周やっていきますね。もうちょっとで終わりなので、そろそろ、出てほしい。最高のやつが出てほしい。ということで、15周、いきます。一発目なんでしょうか。全部弓か。全部弓か。いや、よろしくないね。はい。では、次行きましょう。二周目。おお欲しいやつ出たかも。いや、でも、演者次第なのよね。クールダウンついてる。いい感じ。谷の小玉。おお、ロールチャージ、バーストボーストリングついちゃったか。まあまあ、重要なのはまだ一つ足りないっていうところ。豪華、あー、うわー、豪華がね、なんか強いらしいのよね。強いらしいのよ。だからね、俺もちょっと使ってみたいんだけども、おいおい、256かよ。いや、256でよかったけども、一番右にエンチャが入ってて欲しかった。まあいいや、次行きましょう。これはひどいな。これはひどかったよ。次は、どうだ、アイスペ。あー、ロールチャージのみか。うん、でもまあ、黄金スキルがね、3が出てるんで、まだまだワンチャンあるよ。どうだ、お、お、あー、うん、惜しい。なぜ、なぜクールダウンショットとアーティファクトチャージが同じところについてる。球根もあっていいんだよね。アーティファクトチャージとクールダウンショットが別々のとこに入って、球根と流れ込む魂でめちゃめちゃ良かったんだけど、まあまあまあ、こんなもんでしょう。チルゲイル、おー、重力1。あー、でも回復手段が乏しいのでいりませんね。おーおーおー、黄金が虚無さん、いいね。 OK、 次行きましょう。なんか出る気がする。どうだ、おお、どうなんだろうな。達人の刀いいと思うんだ。でもね、虚無が同じところに入ってる、リフレッシュと。で、爆発強かったんだけど、爆発を使っちゃうと、リフレッシュが発動しにくくなるんで、無限ポーションにはあまり合わないのかなと思ったんだよね。はい、次。黄金スキル以外はいい感じだな。次行きましょう。惜しい、今日。どうだ？金メッキじゃないんだよね。金メッキじゃないのよ。これじゃない。豪華の方が欲しいんだ。豪華の方が欲しいんですよ。あ、でもね、黄金が全部3。来るよ、これ。今日来ちゃうよ。お、これはどうだ、グレートアックス。ダメだな。アイテムボーナスはつかなくていいんだ。これもともとダイナモがついてるんで、まあまあそこそこダメージは出やすいんだよね。緑が、クールダウンはついてるけども、防護1、使わないかな。はい。まあまあ、クールダウンはついたよ。お願いします。悪くない。悪くないけども、ダイヤモンドのツルハシか。リフレッシュさんなんかね、よくついてくれるな。で、重力、追い打ち、追い打ち虚無が別々になってほしかったかな。か、クリティカルかどうか。痛みか。これ、ガシガシ減るんだよね、この攻撃速度だったらね。やめとこう。
ちも微妙だな。うん、まあまあぼちぼちじゃないですか。これが10回目かな。おお、やっぱりね、黄金いいの出るね、栗さん。で、下の火力がいまいち、火力いまいち。レッドスネーク、まあ使わないかな。幸運よりもささやくでしょう。どうだ、これはダメ。うん、クールダウンなし、クールダウンなし。どうだ、ビースティンガーは欲しいのがまだある。クールダウンなし。どう、あー、うーん、重力、輝きはいい。あと虚無と弱体化なんだよね。惜しい。ラスト3回トリック棒ダメ。ダメ。まあまあまあ、ポーションバリアはついてるね。左が惜しい。重力、虚無、リフレッシュ。この攻撃速度の痛みは痛いぞ。ちょっと使えないかな。あと2回反逆者。あー、惜しい、惜しいね。ヘルスシナジー、ポーションバリアあります。クールダウンなしです。これは惜しい。パープル、あー、バーストボーストリングは入ってるね。ラスト行きましょうか。ラスト、左が良くないんだよな。左が良くない。冬、あー良くないね。アーティファクトチャージは良かった。黄金にクールダウンショットだったらばまあ大丈夫だったんだけども。次は、あー、バーストボーストリングついてる。なんかね、惜しいやつは出るんだけど、決め手がね、ないんだよね。はい、ということで、今日も15周やってみましたけども、惜しいやつが多い。うん。あとね、タワーが4日間ぐらいかな。4日5日あるので、そこでね、もう一つぐらい出したいな。うん、まあ毎日やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。